億万長者になりたい皆様のために、億万長者じゃなくてもね、一攫千金といいますか、1000万でも100万でもドカーンとラッキーでもいいから稼ぎたいかなっていう方に、ラッキーの幸運の積み上げ方を今回もねお知らせしようかと思います。前回のお話までにあった BNF さんっていうのは J:COM の誤発注によって利益を上げました。この時ですね、同じように誤発注をして、それをね購入した方がいます。これがね三井住友銀行かみずほ銀行かだったと思うんですけども、どっかのね大手銀行がこの J:COM の誤発注を認識して購入してるんですよ。で購入して大きな利益を上げてるんですよね、実は。でその後 BNF さんとこの大手銀行の2社に対して J:COM からこれは間違いなんでお金を返してくれませんかっていう要請があった時に、銀行の方はねやっぱりこの人の間違いとか誤発注を認識してその間違いに乗じて利益を上げるのは適当ではないって考えてお金返還してるはずなんですよ。そういう報道があったのを私ちょっとねなんとなく覚えてるんですけどね。で BNF さんはいや返さないって言ってたんですよね。ただこういうのも込みで投資なんで、逆に僕が発注して間違えて、じゃあ株式市場が BNF さんは間違えて発注したんでお金返しますよってなるかって別にならないじゃないですかと。で間違いをどう考えていくのかも、まあじっと見ていってそれを判断して、まさにね、これはもしかして間違えて発注してんじゃないか、よしじゃあ買おうかなって判断するのも、まあ一つだと。で吉谷さんのことばかりではそれでも勇気があるわけですよ。それに気づいても勇気があるんですよ。じゃあ今回運を幸運に出会うための、2つの要素に私はまとめました。一つはですね、凡事徹底して常にそれを見てるから、あれこれいつもと違う間違いじゃないかなと、これはチャンスじゃないかなっていうふうに気づくことができるっていうのが一つです。もう一つはそこにえいやーとね大きな資金を投入できる勇気ですよね。それがいりますよね。やっぱり分かっていてもいやこれどうせ発注受け付けられないんじゃないの、間違いじゃないのと思って勝手な思い込みでやらない人は幸運に出会っても幸運が使えないんですよ、ね、その前提として幸運と出会うチャンスを広げるためにずっとやっていくってことが必要です。だからこの2点ですよね。幸運と出会うためにもコツコツ毎日やっているってこと、ね、で2つ目はその幸運を使うために勇気があるかどうかってことですよね。もちろん資金もですけどね。で私のことで言えば、実は2014年からね、私 YouTube をいろんなチャンネルでやってる、いろんなテーマでやってる中で2014年から暗号通貨ニュースっていうのをやってたわけですよ。誰も暗号通貨のことなんて話してない時に暗号通貨のことずっとね1日1ニュース2ニュース2ニュースずっと放送してたんですよ。暗号通貨ニュース、暗号通貨ニュースってね、ビットコインだとかね、なんとかコインだとかずっとね、あとはブロックチェーンだとかいう話をしてたんですよね。でそうすると2017年になんとね3年がかりで暗号通貨のブームがやっと来たんですよ。暗号通貨がニュースでやるようになったりとかね、それからなんか取引所の問題がクローズアップされたりとか、マネーロンダリングが暗号通貨使われてるよみたいなニュースがあって、そのために私の暗号通貨ニュースのアクセスとチャンネル登録が増えていったんですよ。そしてブレイクしたのが ICO が来た時です。ノアコインっていうのが来た時には痛烈だったですね。ノアコインっていうのと、あとねガクトコインっていう、なんであれはスピンドルか、これが来た時に私の暗号通貨ニュースのチャンネルは本当にね日に日にチャンネル登録者数がバカバカ増えていきました。だから他のチャンネルもやってたんですよ。他のそれこそイリュージョンみたいなシリーズもやってましたし、私の隠居 TV もやってたんですよ。でも隠居 TV のアクセスが上がるんじゃなくて、暗号通貨関連の同じチャンネル内でやってる私の動画だけずっとねアクセスが高くなったんですよ。だからこれもね、運をなるべく幸運に出会うための確率を上げるために、いろんなところに浅く広く凡事徹底していったところ、あれこれが当たり出したなっていうものに特化したってことなんですよ。そしてその後暗号通貨ニュースはエイダニュースってものになりました。暗号通貨の中で唯一 ICO に成功した、そして私たちが購入できるチャンスが一番あったのがこのエイダ、カルダノのエイダってものだったんではないかなと思います。私もカルダノのエイダ誰も知らない頃、ビットコインすら私が分かってない頃に、まあ、仕込んでですね、それが大ブレイクして800倍ぐらいになってるわけなんですよ。で大きな資産をそこで構築して、そのエイダっていうニュースをずっとやったもんだから、エイダが値上がりしたってことに気づいた方が私のエイダニュースをよく見るようになったってことなんですよ。他のね暗号通貨の発信をしている人でも、ほとんどの方が私の暗号通貨ニュースを見てくださいましたね。でその中でもそのエイダってものを購入した方とか、私の放送に気づいてエイダを後買いした方とかがいるわけなんですよ。だから私はエイダに関しまして、暗号通貨のエイダに関しましては結構ね私に釣られて買った方いるんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれが今
A だってものを持ってる方に大きな幸運をもたらしてるんではないかなと思います。ただ残念ながら A だでうまく利益が出たから、だから似たような形で他の IC を行った方は元の木阿弥になってますよね。だから肝心なのは1個当たったらもうそのジャンルはやらずに他のジャンルでトライすることですよね。ですので私は A だが当たった後何をやったかっていうと、どっちかというと FX の攻略に向かっていったんですよね。もう FX の攻略なんてのはもう暗号通貨が当たったら一発逆転で ICO が当たったらもう FX みたいなコツコツやるのっていうのはみんな避けると思うんですけど、そこはだから逆張りですよ。今こそ FX を腰を押し付けてしっかりと勉強する時間とお金がある時だっていう形でそっちに投入したんですよね。で、塾のセールス、速稼塾のセールスに一生懸命エネルギーをかけるのをやめました。私は速稼塾が何本売れるかどうなるかっていうよりも自分の FX のスキルがもう、ね、一刻でも早く自分のものになることに全てをかけたわけなんですよ。だからそういう意味では速稼塾ってものの販売を1年に1回っていう形にしたのはすごく正解だったと思います。で、しかも速稼塾のその何ですかね、販売価格30万ですけども、それを30年ローンにしたのは私の回収のね、私のコストも減らしてるんですよ。だからね、お金が払われるかどうかっていうのをリサーチするっていうのはすごくね、また実はコストがかかるんですよ、うん、で満額払われたことを確認してご本人さんに連絡取って塾の配布をするみたいなことではなくて、頭金3万だったらスパッと払うか3万円ですら払わないかってすぐ分かるわけですよ。だからそういう形でね、私もね販売のコストも手間も下げたっていうところがここ3年ぐらいの、まあまあ相対的に見てうまくいったところかなっていうふうに捉えてますよね。でそういうのも込みでその運を引き寄せるためにはやっぱり凡事徹底が基本的にできてないためなんですよ。相当な量やってないといけない、いろんなジャンルでね。でなんか吉田さんの動画の中でホテルの動画とかがあるんですけどもね、なんとかホテルに泊まったみたいな、なんか7万回くらい回ってると思いますけども、あれもだから無数にあっちこっちの動画をやる中の一つなんですよ。でホテル動画の再生リストなんて別に吉田さんないですから、でホテルの動画がたまたまボーンとあったのがなんかブレイクしてるみたいなことをねたまに見るんですけどもね、そういうことだと思いますよ。だから行動量が少なければ幸運に合うチャンスはむちゃくちゃ減るってことなんですよ。それこそ BNF さんにもなれないです、それはね。で幸運に出会っても日々コツコツやっていなければなんかその幸運が何なのかすら分かんないんですよ。その幸運にベットするかどうかの勇気も出てこないってことだと思いますけどね。はい、本日は以上です。